TVB 电视台相当热爱并了解海洋的资深摄影师，再度带领大家前进冲绳海域寻找美丽生物，同时解锁他们悠游水中的身体密码。满是美丽珊瑚礁的大海，中层洋带处处有着活力十足的鱼群。この魚たちはどのようにして浮いているのでしょうか？実は多くの魚の体内には浮き袋という器官があるんです。はい。浮き袋は魚が海の中でエネルギーを消耗せずにその場にとどまる浮力を調整する器官です。詳しく言うと、浮き袋は浮くためではなく、浮きも沈みもしない状態を保ってくれるんです。鱼儿们因为身体里的鱼鳔在海中畅行无阻，而画面中的水母。ぷかぷかしているのはクラゲです。クラゲの体のおよそ 95% は水分でできています。その比重は海水とほぼ同じ。クラゲは海流によって浮遊します。这时候，意外的不速之客现身。アオウミガメです。クラゲを狙っているようですね。身体构造和鱼不同，海龟用肺呼吸，所以需要换气。平常多半在海底悠闲休憩，移动时使用前脚滑动，不会下沉。而即便是同样生活于中层洋带的生物群，浮力其实各有不同。这边身长3公分的红水母有小鱼附着在上头，原本以为水母是遮蔽保护，没想到小鱼反被当成目标。这时候的水母如何移动，同样吸引了摄影师透过镜头来寻找答案。至于在表层洋带经常可见的软丝，没有鱼标，只要稳定规律的滑动，不必担心会下沉。同じく表層で生活するサヨリの仲間、この魚には浮き袋があります。魚の筋肉や骨などは水よりも密度が高いため、放っておくと沈んでしまいます。浮き袋をうまく利用して表層近くを泳いでいるようです。摄影师表示，体型细长的鱼类鱼标跟身体一样偏长，这些水中生物为了适应栖息环境的外在条件，鱼标大小和形状也会进化成视前模式。镜头转换，这是刚诞生不久的短身光鳃雀鲷。体長なんと1センチ。こんなに小さくても生まれながらにして浮き袋が備わっているため、このように中層にいられるんです。でも少なからずヒレを動かさないと沈んでしまうため、一生懸命頑張っていますね。白斑臂鱼其实是没有鱼标的。水底でじっとしているのが普段の生活スタイル。中層を泳ぐ必要のない魚に浮き袋はないんです。なるほど。前に進みたいときは吸い込んだ水をエラから勢いよく噴射させます。生態の不思議ですね。はい。こちらも浮き袋のない魚、アマミウシの下。前に進むときは全身を動かしながら進みます。摄影师指出，蝶鱼跟比目鱼还是宝宝的时候，疑似就拥有小小鱼标。逐渐长大后，鱼标慢慢消失，属于生活在水底的鱼类。ちなみにマンタやサメにも浮き袋はありません。肝臓に比重の軽い脂肪をたくさん貯めることで浮力を得ていると言われています。近距離观看、真的气势超强、底下还跟了一堆同伴随行呢。浮力調整とバランス感覚の優れた魚を紹介しましょう。はい、逆さまになって獲物を探しているのはヘラヤガラ。ヘラヤガラ。浮き袋も持っているんですが、微調整はヒレを使っています。すごいボディバランスですよね。善用胸鳍、腹鳍、臀鳍维持直立态势，中华管口鱼的超棒平衡感令人赞叹。而外形华丽高调的魔鬼梭鱿也有鱼标，但它的鱼鳍有毒，拍摄时真的得小心，只能远观。この花見のカサゴはたくさんのヒレと浮き袋を使って浮力を微調整しています。熟悉冲绳海域的资深摄影师强调，潜水客如果经验不够，很难在中层洋带移动自如，所以大海鱼儿能够取得平衡，游移水中，真的是一门大学问。 TVBS 新闻徐启芳综合报道。